時に、あ、まあ、自分のやってることはこの ES 細胞はものすごい医学に直結してるんだと、目から鱗といいますか、パッとこう展開が開けたような気がしたのを覚えています。で、一旦すごい喜んだんですが、もうすぐにですね、これはでもなかなか使えないと、やはり受精卵を使うという大きな壁があってですね、だから一旦こうおっと思ったのが、ああまあやっぱり難しいなと思っていて、やっぱりダメかという感じだったんですね。しかしそんな中で、あの奈良先端大というところで自分の研究室を持つことができました。そういうチャンスを与えていただいて、でもう一度自分の何をするのかということを考えたときに、やっぱり ES 細胞をやりたいという中で、ガードン先生の研究がよぎってですね、あ、そうかと、分化していた細胞が受精卵に戻るのかと、そしたら受精卵からではなくても分化した細胞の時計を逆戻しして ES 細胞と同じような細胞がもしかしたらできるかもしれないなと、これを自分の研究室のビジョンにしようと、より明確な、漠然としたビジョンは医学の役に立ちたいというのがビジョンなんですが、じゃあそれを実際どう具現化するんだというところで、 ES 細胞を受精卵以外から、分化した細胞から作りましょうというのを奈良で作った自分の研究室のビジョンにしました。奈良先端科学技術大学院大学です。2000年春、山中さんはここで iPS 細胞の研究を始めました。が当時山中先生が研究されていました ES 培養室になります。初めて自分の研究室を持った山中さん、最初の仕事は一緒に研究に取り組む助手や学生を集めることでした。世界の誰にも真似ができないようなユニークな研究をしよう、山中さんの呼びかけに大学を卒業したばかりの3人の若者が集まりました。高橋和俊さん、徳澤義美さん、海保英子さん、実は3人とも遺伝子を専門に研究してきたわけではありませんでした。万能細胞のこととか全く知識がなかったので、まあ、この先生が何やってるかよくわからないんだけど、この先生と一緒にいれば楽しく研究できそうだなって思いました。山中さんたちはどのように4つの遺伝子を特定し iPS 細胞を作り出したのでしょうか。人の遺伝子は2万以上あります。その中から初期化に必要な遺伝子を探すのは至難の業です。研究を始めた当初は必要な遺伝子が4つであることすら分かっていませんでした。山中さんが手がかりにしたのは、どんな細胞にも変わる能力をすでに持っている ES 細胞です。そこで活発に働く遺伝子およそ100種類に注目しました。研究室に入ったばかりの学生たちがその遺伝子の働きを一つ一つ調べることになりました。初期化と関係があるのかどうか確かめます。徳澤義美さん、この時山中さんに実験のやり方を一から教えてもらったといいます。はい、すぐの頃はやっぱり分子生物学の実験っていうのはほとんどしたことがなかったので、技術を習得するっていうのがいっぱいいっぱいだったので、もう先生の
指示に従ってっていう感じだったんですけれども、徳澤さんは100種類の中で特に活発に働き初期化と関係すると見られるものの一つを任されました。この遺伝子を調べるために飼育したマウスは250匹。実験には2年近くかけました。しかし徳澤さんが調べた遺伝子は初期化とは関係がありませんでした。落胆する徳澤さんに山中さんは声をかけました。予想通りにならないことも大切な結果だ。次の実験に取り掛かろう。徳澤さんは実験を続け、徐々に成果を上げていきました。具体的な目標っていうのは、常に、意識させられましたし、山中先生自体はもうその先はもう絶対ずっと見据えてぶれなかったと思います。研究を始めてから3年、大きな危機が訪れました。山中先生がメンバーをみんな自分の部屋に呼び集めて、ちょっとみんなに言いたいことがあるっていうか、言わないといけないことがある。実は今年の研究費ほとんど使い果たしちゃったっていう話をされたんです。今年は積極的に夏休みをたくさん取りなさいということを言われました。このままでは iPS 細胞の研究がストップしてしまう。山中さんは新たな勝負に打って出ます。その頃国では日本の将来を託せるような先進的な研究に巨額の資金を出す制度を設け、研究テーマを募集していました。有名大学の教授たちがこぞって応募。競争率10倍の狭き門でした。創立間もない大学の新任助教授だった山中さんの挑戦、認められれば異例のことです。この時山中さんが説明した内容は多くの選考委員にとって初めて聞く異色のものでした。受精卵を使わずに体の細胞から万能細胞を作り出す。山中さんは自らイラストを用意しました。受精卵を破壊する ES 細胞の問題点を避けることができると力説しました。